それでは実況部長の中森です。世界塾教本部英語科課長のパチタです。この動画をご覧の皆さん、グッドボタン及びチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、森田先生、今回なんですが、前に難化した入試問題という話で、慶応商学部がめっちゃ難易度上がったみたいな話されてたと思うんですけど、20年と21年でどう変わったのかというのをちょっとお聞きしたいなと思いまして。武田塾チャンネル。そうですね、2020年は早慶の中でも一番英語が簡単だったのが慶応商だったんじゃないか、早稲田の教育も簡単なんですけど、どっちなんだぐらいだったんですが、今年は怒ったのかゴッと上げてきたっていう感じなんですよね。もともと商学部は慶応の中でも一番優しめの方ではあったんですよね。そうですね、平均的に、問題数が多いので終わらないっていう声はよくあったんですけども、ただ長文の難易度とか問題の難易度を考えると一番優しいんだろうっていうふうには思われてきてたんですが、なんでしょうね、英語の平均点がとか、英語の合格者の点が高かったとかいろいろあったのかもしれないんですが、だいぶ難しくなりましたね。なるほど。じゃあ具体的にこう難しいなところをちょっと見ていきたいと思うんですけど、まず大問3つのうち、いろんな予備校のを見てもそうですし、自分が解いてみてもそうですけど、大問2つがあれゴンと上がったぞっていう印象でしたね。2020年はですね、全て本から取られてたものだったんですけども、2021年の方は結構オンラインの記事っていうのが2つ出てて、で2つともむずいというですね、なんでまず読みづらい、ドーナツ経済学とかいうですね、いうのが非常にもうこの比喩なんですけども、その比喩の意味が分からんと、日本人にとってその比喩何を表してるのっていう感じになってしまうというのですごく難しかったですし、でうわーってその大問2でなるんですけど、その後に大問3でまた難しい問題がやってきて、さらにみんな折れたっていうかですね、ダーウィンの話だったんですけど、ダーウィン嫌いになったってコメントが多かったです。なるほど。聞かれてるそうですね、知識問題もだいぶレベルが高い。毎年数個出るんですけど、難しい知識問題は、今年はそれも増えてたなっていう印象ですね。もし今年の慶応商の入試問題が去年に入ってたとしたら、慶応の中だとどれぐらいの難易度になってます？ランクが変わってると思いますね。やっぱり経済とどっちが難しいかっていう感じですね。なるほど。技術中心の経済と並ぶぐらい、もう商学部の取材形式なのにもかかわらず難易度上がるということで、2021年に関してはもう絶対経済学部より難しいです。ああ、なるほど。いわゆる問題自体は解けるものももちろん入っているんですけども、難問の割合だったり、読みにくい英文が増えたっていう感じなので、そうですね、もう一歩上の読解力が必要になるかなっていう印象ですね。もう一歩上というのは何を鍛えればいいんですか？まずは難しい文読めるようにっていうのは当然ですね、構文だったりとか語彙だったりとかはそうなんですけども、さらにですね、一歩踏み込んだ、そこから言えることは何でしょうとかですね、そういったものも必要になりますね。長文だけじゃなくてですね、短い文も出るんですね。でその短い中でそこから言えることは何でしょうみたいなのも出てくるんですけども、それが2020年はだいぶ簡単だったんですけど、2021年はガッと難しくなったので、なんでそういった短い文でもきちんとそこからですね、推測できるとか、そこに書いてあることから言えることを出せるっていう力が必要になってきたなっていう印象ですね。情報を読み取ってそこから推測する力ということですね。要はただ問題をいっぱい解けばいいってわけではないっていうことですね。そうですね。だいぶ深い読みが求められるようになったなっていう感じですね。そうなると今後やっていかなきゃいけない勉強っていうのは、やはりその参考書自体の難易度を上げていくのもそうですけど、過去問とかをやるたびに時間無制限で深く考える練習をするとか、そういうことをやっていく必要があるということですかね。いろいろとやっていく、もしかしたら人科とかも役立つようになるかなっていう感じですね。なるほど、はいはいはい。この傾向が続いていくのかちょっとまだわからないですけどね。やっぱでも早慶とかの合格者の意見とか聞いてる、やっぱ多学部も含めていろいろ解いた方がいいよってのはいつも言われることなんで、ぜひですね、今回の商学部に限らずね、難化することは毎回あるんで、ぜひいろんな学部をですね解いておくと、似たテーマとか結構出ますもんね。そうですね。なので、広く演習をすることをお勧めします。はい、今回は以上です。武田塾公式アプリ「Zoom 武田」の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。